お疲れ様ですユーチューブを引退しますというね動画がありましたそれがこちらなんですけどもこのね大物ユーチューバーさんはもうこれ業界にねもう震撼させるようなね今回のユーチューブ引退宣言でしたね業界っつっても私業界なんですけどねでこれ皮肉でも何でもなくって大物ユーチューバーだと思うんですよ私にとってはねというのが私はね ヒカキンさんの動画もほとんど見たことありません。柴田さんの動画もほとんど見たことありません。はじめ社長の動画もほとんど見たことがありません。ラファエルさんの動画もほとんど見たことがありません。ね。大物 YouTuber さんの動画はほとんど見たことがないんですよ。なのに、ノクさんの動画はほとんど全部見てます。ね。どっちが大物かって私の視点から見ると明らかじゃないですか。まあ、こんな感じでね。YouTube チャンネルって数が大きければ大物とも限らないんですよ。 あなたにとっての大物は誰なんですかってことになります。ね、私にとったら、はじめ社長とか、それから、ヒカキンさんがね、YouTube 引退しますって言ったら、まあびっくりはしますけども、別に残念とは思わないんですよ。でも、ノクさんが YouTube を引退しますみたいなサムネイルあげたら、なんでやって、どうしたんだみたいな感じで、飛びついてみましたね。まあ、見た結果、どう感じたかっていうのはね、 もう動画概要欄にそのノクさんの動画貼っときますのでご覧いただきたいと思いますけどね、まあ、こんな感じで YouTube を引退しますとはありますけれども私の場合は YouTube は引退はないかなと、うん、YouTube の方がね、あのー、私のことを弾き出すってことはあると思いますけどもその時までやっていこうかなと思いますので皆さん今後もよろしくお願いしますそれではノクさんこれからもよろしくお願いします